現在の世界情勢で、まあ、陰謀論が、まあ、一つここにね提起されてますけども、まあ、仮に、えー、R っていう国がねあるとして今 R っていう国が U っていう国をね侵略していますで世界中でこの R っていう国に対して制裁をしたりとかね、えーまあ、オーストラリアっていう国はなんか防キサイトアルミニウムの 輸出をやめたみたみいなこともありましてるっていう国ではこれからね工業製品がかなり作れなくなってくるかなっていうこととあとはさまざまなね外資系企業があるっていう国に入っていてそこが営業を停止しているもしくは事業を引き上げてしまったんで、まあ、引き上げた後の建物や備品をあるっていう国の国有にするって言ってもまあそうは言ってもね 入れ物だけあってもね、中身が伴わないと製品はできませんからね。という中で、世界を見回すと、ちょっとね、立ち位置がどっちか分からない国があるんですよ。それが C っていう国ですね。国土がでっかくって、えっ、ー、と、社会主義の国、独裁政権のある国です。で、この国が R っていう国の味方になるのか味方にならないのかってことなんですけども、とぶっちゃけ R っていう国の経済規模っていうのは C っていう国の ま、十分の一から二十分の一以下なんですよね。ものすごくちっちゃい経済規模なんで、あの、協力してもしょうがないかなと。と協力するのも、言ってみれば、侵略して征服してしまうのもそんなに変わらないんですよね。で、えっ、ー、と、R っていう国に対して C っていう国がものすごく魅力を感じているのは、広大な国土とその地下に眠る資源なんですよ。で、C っていう国はすでに、まあ、人口問題とか食料問題、エネルギー問題がもう、 ギリギリのとこまで来てね。エネルギーっていうのは特に R っていう国から輸入しなければやっていけない状態なんですよ。で、このまんま輸入をするのも悪くない話だけども、一層自分のものにしてしまうっていう方法もあるんですよね。で、そこで大きな海を越えた A っていう国の大統領が電話をかけてきてね、R っていう国に協力しないでくれというふうに電話をしたんですよ。ただ電話の内容ってのは二人っきりで話してるんで、はっきりとよくわかりません。どういうことが。 あのそこで話し合われてたのかで。ここで陰謀論の登場なんですけども A っていう国の大統領が C っていう国の代表に耳打するんですよ。もうさ2人で協力してあるっていう国ちょっと取っちゃおうぜと。でちょっとね分割しようよ。世界中の人もそれ反対しないよ。ね、でっかい国土があるからさ C っていう国が 半分から6割ぐらい。うん。使えばいいじゃん。まあ、うちは、ああ、干渉国としてね。うん、そうだなと。北部一帯を R の国の自治領ってことにして、まあ、そこでね、R っていう国の国民をこう押し込めて、そこで済ましときゃいいじゃん。どうかねみたいなね。そんな密約が交わされていたのかもしれません。というのが陰謀論です。 そうなるとさあ恐ろしいですよ。ね C っていう国がもしかしたら R っていう国の国境を越えて人道支援とかねそれから救出作戦という名目でどんどん侵攻して侵略していくかもしれません。でそこに対して R っていう国が国際社会に救助を訴えかけてももはや救助していく国はないですよね。 救助してくれそうな最後の頼りだった C っていう国がまさにね侵略というあるっていう国がこの揉め事を作ったきっかけの行動と同じことをしてくるわけですからで国境付近の街や人っていうのはどんどんね略奪されて国民はひどい目にあって中には誘拐されて闇の世界に売られるってこともあるでしょうで経済行き詰まった C っていう国は 一気に財政問題人口問題食料問題エネルギー問題が解決するというねことですね。でそして、うん、まあ C とていう国から言わせれば R っていうねよくわけの分かんない思想は同じだけど。